はい、こんにちは、山猿です。というわけで新イベントオータム海岸パーティーまもなく開催ということで、またね、新しいイベント、まあ周年フェスがね、ようやく終わりを迎えましてですね、終わるんですけれども、また急にね、また新しいイベント来ましたね。でイベント期間が9月10日の1時から9月17日の、まあ1週間ですね、まあ丸々1週間来ますよということで、ミッション完了すると釣り用の餌がゲット、魚を釣れば報酬が獲得でき、釣った魚の重さが一定程度に達成すると新しい釣り竿やエリア報酬などが解放、一緒に秋の恵みを楽しもうということで、もう、はい、もう完全に釣り部の第2弾ですね。第2弾が来た感じなんですけども、まあ、オータム海岸パーティー。まあ、神イベですからね。一応このイベントは、まあまあ、なんか本当このゲームって本当、なんか いろんなイベントの使い回しですよね。なんかいろんな各イベントの使い回しがガンガン来るからですよね。まあ、セールとしてちょっと画質悪いんですけど、$49.99だから多分7000円かな。7000円で、S 級のセレクトパックと、これなんだ、あれ、これあれかな、キャラのピースかな、ピース20個かな、これ。まあまあ、ここら辺はまあ、いいでしょうってことで、はい。多分僕、このイベントは課金しませんね。はい。課金する気はありません。ちょっともう、もうね、前も言ったんですけど、周年フェスでちょっと金使いすぎたんで、ちょっと課金は、ちょっと控えてます。現在のね、鉱石イベントも、課金控えてるんでね、継続して控えていかせていただきます。で、報酬がまあまあまあ普通に S 級セレクトパックとか破壊者セレクトパックとかエターナルセレクトパックとか混沌セレクトパックとかもうありきたりなんでね、まあ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 多分これがあれですね、魚王の証と交換できるやつがこれ左側ですね。で、まあ、釣り糸、切れちゃった釣り糸と交換して、ルアーと交換できるみたいなのがあったりとかって感じですね。うんうん。まあまあ、ここら辺はね、また、後日 やっていくとして。まあ、完全に釣り部と全く同じっぽいんで、まあ、特に有効はないんですけど、まあ、また神部がね、来てくれたので、まあまあ、そこそこね、課金せずとも、楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、頑張りましょうということで。はい、というわけで、まあ、新イベが来るっていうことなんですけど、もう一個ね、ちょっと経過報告的な感じで、ちょっとね、最後。まあ、あと1日あるんですけど、月の講座イベント、皆さん、どれほど進んでいるでしょうか。僕はですね、完全無課金ではないんですけど、まあ、この月の講座のセールはね、1個も買ってない状況で、うん、1個も買ってない状況なんですけども、現在僕はですね、ランキングで言うと、まあ、21位ですね。634.4K なんで、まあ結構頑張った方なんじゃないかなっていう感じしますね。はい。なかなか僕はちょっとね、無課金ってほどでもな、月の鉱山セール1個も買ってない人間にしては、まあそこそこね、いけてるんじゃないでしょうかっていう感じなんですけども。皆さんのね、どんぐらいいったでしょうか、ちょっとコメント欄で教えてください。どんぐらいいったみんな。ランキングも何位か教えてください。気になるんで。1位と2位、あ、でもそうでもない。1位がちょっとね、ぶっ壊れてるんですよね、とりあえず。はい。1937ってなんだよって思って。この人1日目からもう1000段100Kとか言ったんで、この人ちょっとぶっ壊れてますね、完全に。はい。はい、というわけでね、月の鉱山イベントもあと1日2日で終わるんでね。はい。まあ、もうちょっといけると思うんで、もうちょっと頑張りましょう。っていうのと、あとはね、また釣りイベントが来るんで、頑張りましょうねっていう動画でした。というわけで、ご視聴ありがとうございました。さよなら。バイバイ。